お疲れ様です。弁護士の五条です。今回は婚活詐欺女練炭殺人事件についてご紹介いたします。前編では本事件の犯人である木島かなえの犯した3件の不審死事件についてご紹介しました。木島かなえの生い立ちなどについても詳しく触れておりますので、前編をまだご覧になっていない方はぜひご覧ください。それでは早速本題に入りましょう。3件の事件ともに練炭自殺を装ったかなえによる犯行であることは明らかでしたが、犯行を決定づける証拠はないままです。そんな中、3件目の YO さんが亡くなった事件の現場の状況から次の疑問点が挙げられました。1、車の鍵が発見されなかった。2、YO さんの手は綺麗で練炭に触れた痕跡はなかった。3、練炭に着火したマッチ棒は車内で発見されたがマッチ箱はなかった。4、遺体から睡眠薬が検出された。3件の事件に共通する手口は、料理や細やかな気配りで男の気持ちをつかみ、睡眠薬を使って意識を失わせてから練炭コンロで一酸化中毒死させるというものです。かなえが料理に練炭コンロを使うことはよく知られていました。状況証拠による起訴。木島かなえは詐欺罪、詐欺未遂罪、窃盗罪、殺人罪で起訴されます。死因に関する資料が乏しいにもかかわらず殺人罪で起訴されるというのは異例でした。裁判でかなえは3件の殺人を一切否定します。いずれの被害者についても自殺したのであってかなえが殺害したわけではないというのです。また詐欺、詐欺未遂、窃盗についてもいずれも否認しました。裁判でかなえは時に検察官を嘲笑うかのような不敵な態度を見せ、公判のたびに服装を変えるなど法廷を劇場化しているような節もありました。裁判員裁判だったため弁護側も検察側も裁判員にいかに事件内容を分かりやすく伝えるかというアピール合戦の様相を呈していきました。検事が風俗で働いていたのではないかと指摘すると、かなえはデートクラブは風俗ではない、多くの男性から本来持っている女の機能がすごいと褒められたなどと語り、法廷内を唖然とさせたこともあります。裁判の行方。第一審の埼玉地方裁判所の判決ではかなえの主張が全て排斥され死刑判決が言い渡されました。判決で認定された罪の対象となる公訴事実は実に10件に上り、うち殺人が3件、窃盗が1件、詐欺が3件、詐欺未遂が3件でした。殺人罪についてかなえやその弁護人が主張していた被害者の自殺について裁判所は次のように認定しています。まず TT さんの事件ですが、かなえやその弁護人は TT さんが自ら練炭自殺を図ったと主張していました。しかし裁判所は TT さんが事前に練炭を入手した形跡がなく、 TT さんには自殺の手段がなかった、また TT さん宅からは2本の合鍵のうち1本がなくなっており、犯人が密室を作り出すために持ち去ったと考えられる、これらの事情などからTT さんは何者かによって殺害されたと認められると述べました。その上で TT さん宅から発見された練炭コンロはかなえが所持しているものと同じ型のものであること、かなえが TT さん宅の合鍵を入手する機会があったこと、 TT さん死亡日の前後にかなえが TT さん宅を訪れていること、かなえには TT さん殺害の動機がある反面 TT さんには自殺の動機がないことなどから、かなえが犯人であることは優に認定できるとしました。次に KA さんの事件ですが、こちらについてもかなえやその弁護人は KA さんが睡眠薬を服用した上で練炭自殺を図ったと主張していました。しかし裁判所は当日 KA さん宅に来訪者があることが予定されていたにもかかわらず、日頃から睡眠薬を服用する習慣のない KA さんがあえて睡眠薬を服用するとは考えられないこと、KA さんが事前に睡眠薬を入手していた形跡がないこと、 KA さんには自殺の動機がないことから KA さんは何者かに殺害されたと認められると述べました。その上でかなえが KA さんの死亡時刻と近い時間に KA さん宅を立ち去ったこと、 KA さん宅から発見された練炭コンロと同種の練炭コンロをかなえが所持していたこと、 KA さんの遺体から検出された睡眠薬成分を含有する睡眠薬をかなえが所持していたこと、かなえには KA さん殺害の動機があることなどからかなえが犯人であることは優に認定できるとしました。最後に YO さんの事件ですが、こちらについてもかなえやその弁護人は YO さんが睡眠薬を服用した上で練炭自殺を図ったと主張していました。しかし裁判所は
YO さんが死亡した自動車内に車の鍵が残されていなかったこと、 YO さんが睡眠薬を入手服用した形跡がなかったこと、 YO さんの手は綺麗で練炭に触れた痕跡はなかったことから、 YO さんは何者かに殺害されたと認められると述べました。その上で、カナエが YO さんの死亡時刻頃に現場の駐車場を立ち去ったこと、 YO さんの自動車から発見された練炭コンロと同種の練炭コンロをカナエが所持していたこと、 YO さんの遺体から検出された睡眠薬をカナエが所持していたこと、カナエには YO さんを殺害する動機がある反面、 YO さんには自殺の動機がないことなどから、カナエが犯人であることは優に認定できるとしました。このように第一審の埼玉地裁は、カナエやその弁護人の主張をことごとく排斥し、状況証拠からカナエが殺人の犯人であると認定したのです。この第一審判決に対し、カナエはそれを不服とし、東京高裁へ控訴、その後最高裁へ上告します。しかしいずれも棄却され、2017年5月に死刑が確定しました。現在は東京拘置所に収監中です。事件のその後まとめ、木島かなえは支援者からの差し入れも多く、そのおかげで拘置所内でも優雅な生活を送っているようです。木島かなえの拘置所日記なるブログまで開設し、来賛というタイトルの自伝本まで出版しました。また週刊新潮の編集デスクの男性と獄中結婚したことも大きな話題になりました。かなえと面談した男性の話によると、かなえの印象はとても気さくで、事件の印象は全く感じられないということです。こういったところにもカナエの魔性の魅力が隠されているのかもしれません。殺人に対して明確な動機もなく、カナエを吸い上げて用なしとなった男性を排除するように殺害してきた印象さえある木島カナエに裁きが下される日は来るのでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。